はい、こんにちは、116インズです。さて、今回はエンゼルスに関する話をしていきますが、オフに課題だった投手陣を整備し、ちょっと怖いなという動画をエンゼルスについて以前上げましたが、まあ今のところその補強策はうまくいっていると言ってもいいでしょう。現地5月14日時点でエンゼルスは23勝13敗、リーグ全体で見てもヤンキース、アストロズに次いでの好成績を残していまして、今季非常にいいスタートを決めることができましたね。昨年は主力の野手に故障者が出てしまったり、また投手陣が頼りなかったりと投打が噛み合わなかった印象のチームでしたが、今季は一転して投打のバランスも良く、勝つべくして勝っている、そんな印象です。エンゼルスは4年前2018年にもシーズン36試合終了時点で22勝14敗と好スタートを切っており、今年の快進撃はそれ以来のもので、2018年はその後失速してしまってポストシーズン進出は逃していますが、過去にエンゼルスがポストシーズンに進出した年に限れば、1986年の23勝13敗、2004年の24勝12敗に匹敵する好スタートとなっています。まあ過去にポストシーズン出た年と比較しても、今年のエンゼルスは序盤から調子がとにかくいいことをご理解いただければいいのかなと思っています。今年からポストシーズンの枠が昨年までの5から6に拡大となっていて、このままエンゼルスが大きく調子を崩すことなくシーズンを完走することができるなら、プレーオフ進出も十分ありえそうですよね。今季のエンゼルスのここまでの好調ぶりを今回はいろいろと見ていきたいなと思っています。はい、まずは今季のエンゼルス投打別の成績を簡単に見ていきましょう。攻撃陣の強さがとにかく光りますね。 MLB 全体で見てもトップ3に入る攻撃陣で、 OPS と WOBA がともに MLB3 位、 WRC プラスが MLB2 位となっています。昨年のエンゼルス打線は大谷選手が歴史的な1年を送りましたが、トラウトやレンドン不在がかなり響いて、思ったよりも打線全体の成績は伸びなかった感じでしたが、今年は違います。健康になった上位打線が猛打を振るって、相手ピッチャーにとっての悪夢となってますね。というか、この上位打線は普通に対戦してて嫌ですよ。健康を取り戻したトラウトが至極当然のように MVP クラスの成績を残していて、なんならリーグ各地のバッターたちが今年軒並み成績を落としているのが嘘のような数字を並べていて、この人が戻ってきただけでもエンゼルスにとっても大きいのに、そこにもう一人トラウトみたいな成績を残している選手が出てきたのはずるいですよ。どこからともなく現れたテイラー・ウォード、ウォードの調子がいつまで続くかはわからないにしても、 WRC プラス264で今のところトラウトを超える成績ですからね。現段階の MVP クラスの選手を打線に2人も並べないでいただきたい。それでいて昨年の本物の MVP 大谷選手、ウォルシュ、レンドーンも打線にいて、この3人についてはエンゼルスからすればもう少し成績を伸ばしてほしいと思っているところでしょうが、それでも全員 WRC プラスで見ればリーグ平均以上ですからね。仕事は十分果たしているとは言えるのかなと。加えてここには載せていませんが、ブランドン・マーシュもしれっと好成績を残していますし、こういった上位打線の強さが今のエンゼルス攻撃陣の好成績にそのままつながっている印象です。実際上位打線の強さは MLB でも屈指のものとなっています。こちら打順が1番から5番までの選手の成績合計をチームの OPS 順に並べたものになりますが、エンゼルスの1番から5番はヤンキースに次ぐ OPS8割5分8厘、3位以下のアストロズらと比較しても OPS だいぶ差がありますので、ヤンキースとエンゼルスの1番から5番が1つ頭抜けているようですね。ヤンキースの上位打線もどうなっているんだという感じの成績ですが、エンゼルスの1番から5番合わせてこの OPS というのもなかなか恐ろしい。トラウトやレンドーンが復帰することで昨年からさすがに成績を戻すと思ってはいましたが、ウォードの台頭もあって想定以上の出来となってますね。という感じでここまでは打線の話ですが、続いては投手陣。こちらも今季エンゼルスかなり頑張っている部分ですよね。打線はトラウトの復帰などで上がり目がもともとある状況でしたが、投手陣に関してはオフの補強がちゃんと効いています。投手陣全体の防御率が 3.23 でなんと MLB4 位。ここ数年エンゼルスファンの皆さんは口を揃えてピッチャーがピッチャーがと苦しい投手事情を嘆いていたと記憶していますが、その悪夢からもようやく解放と。 FIP が防御率と少し乖離していて、今後揺り戻しが来る可能性はあるかもしれませんが、それでもここまでの投手陣の頑張りぶりは素直に喜んでもいいんじゃないでしょうか。先発ブルペン別にも成績見てみましょう。先発陣の成績が見違えるほど良くなりましたよね。先発陣の防御率 3.03 は MLB4 位、昨年は22位だったことを考えると目覚ましい進歩を遂げていますし、 FIP や非 OPS に関しても同様。
6人ローテを組んでいるため、大谷選手などのローテ上位クラスの登板機会が減ることや、先発陣のデプスが足りるか個人的に少々心配していたところではありましたが、今のところここも期待以上の成果を得られています。特にオフに獲得した先発2人が良く、シンダーガードは大谷選手と並ぶパワーピッチャーではなく、なぜか技巧派のようなピッチングをここまで続けていますが、防御率 2.45、思っていたのとは少し違うかもしれませんが、大金をはたいて獲得したのに見合う投球を見せてくれてますよね。また個人的に意外だったのが、ロレンゼンがちゃんと先発として活躍している点。2015年以来7年ぶりの先発ということで、正直先発として計算していいのかと私自身疑問視していたんですが、ここまで6先発で防御率 3.57、 クオリティスタートも4回記録し、ローテーションの4番手5番手としては申し分ない内容ですよね。この2人が加わったことでローテーションの厚みが増し、さらに昨年からの在籍メンバー、大谷選手はすっかりエースですし、サンドバルのチェンジアップは今年も魔球、まだ1本もヒットを打たれていない変化球を駆使してここまで防御率 2.03 と本格ブレイクを予感させる成績を残しているのも納得です。デトマーズもまさかまさかのノーヒッター達成、普通にいいローテーションなんですよね。こう言ったらあれですが、昨年までの惨状を考えたらものすごい変貌ぶりです。唯一6番手だけ今流動的な状況ですが、昨年ドラフト指名を受けたばかりのチェース・シルセスが先日デビュー戦で好投したので、シルセスがそこにはまるようであればいよいよ欠点らしい欠点が見当たらない陣容になりそうですかね。先発がしっかり試合を作って、その間に打線がリードを作る、これがここまでのエンゼルスの今季の戦い方なのかなと個人的には考えています。続いてはブルペンですが、こちらは先発と比べたら見劣りしますが、それでもリーグでちょうど真ん中くらいのブルペンにはなりました。昨年まではナイトメアと呼ぶような声もあったようなブルペンですが、エンゼルスはとにかく普通のブルペンがあればある程度勝てるようになるとは思っていましたので、それが実現はできていると。 FIP の悪さは少し気になりはしますが、一方で今季のエンゼルスブルペンで特徴的なのは、フォアボールで無駄なランナーを出すことがだいぶ減った点ですかね。全打席に占める吉球の割合が 7.2% で、これは MLB 全ブルペンの中で3位の好成績。僅差のゲームでは一つのフォアボールが命取りになるわけで、昨年のエンゼルスブルペンなんかはそこの問題も特に大きかった印象でしたが、それがなくなっただけでも失点を減らす上では意味があったのかもしれません。またブルペンについてもオフの補強が効いてますよね。ループとテペラが加入して勝ち試合の安心感がだいぶ増しました。ループが防御率 1.72、 テペラが 2.08 で、クローザーのイグレシアスにつなぐ役割を全うしていますし、僅差のゲームで逃げ切りを図る際もマドン監督が全幅の信頼を置いてループテペラを投入できているのかなと。イグレシアスが先日逆転サヨナラスリーランを浴びることはありましたが、勝ちパターンは割と盤石な印象ですかね。その他のブルペンメンバーでは期待していたマイヤーズやウォーレン、ブラッドリーが怪我などもあって結果を出せていませんが、代わりにハーゲットやオルテガが高騰していて、勝ちパターンと比べて少し落ちる感じは否めないものの、そこまでは悪くはないのかなと。打線や先発陣と比較してブルペンはもう少しシーズン進むにつれて手を加えたいところではありますが、平均的なブルペンとして大崩れすることなくやれているだけで、今のエンゼルスなら十分なのでしょう。はい、という感じで投打ともにここまではうまくいっているエンゼルス、今のところ主力の怪我人も少なく、この調子でいきたいですよね。あとは今後に向けていくつか補強ポイントを挙げるとすれば、まずは下位打線の補強。上位打線が強力な一方で、エンゼルスの下位打線は MLB でもかなり下に分類される面々なので、夏のトレードデッドラインまでに補強できたらいいのかなと。二遊間がベラスケス、ウェイドでコンテンダーやるのも厳しいでしょうから、ここの補強ができればベスト。また投手陣についても先発、ブルペンともにあと一人加えることができたらなお良いのかなと。先発に関しては5人がいいうちはまだともかくとして、ブルペンはシーズン後半に向けて勝ちパターンのテペラ、ループ、イグレシアスの負荷も増すはずで、今の時点でも2試合に1回くらい投げているような状況ですから、やはりもう一人くらい勝ち試合で信頼して使えるピッチャーがいればいいのかなと。このように補強できたらいい部分はありますが、ただ間違いなく昨年までとは今年のエンゼルス、一味違うなと思わせる瞬間も多いので、トラウトや大谷選手を擁しながらなかなか実現してこなかった8年ぶりのプレーオフ進出と今年なるでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。